次赤ビューがロッチャさんとロックいたしたさん。一ピ側がロック坂下さんじゃなくていたしたさん。二ピ側ロッチャさんですね。キャラクターがロチャさんはアイリスでロック板下さんが真田、俺と同キャラ。この牙城をぶち壊せるか。さあ1ラウンド目開幕ってさあこれは真田が結構厳しいか。さあチャンビーが強い。さあいいですか、端に押し込んで着地で切り返す。さああのめくりエグいっすね。キルラ通って攻撃しね。さあ B からボコスカガードした。角換入れられない。さあこの距離、サラダの距離だったけど体力が削られていく。若干アイリスより。さあこの低空出しが見えない。パーストしてビリビリ。さあ片身に入る。足払いからキルラッシュ。パーストで切り返されてカイサのセンターにヒット。さあジャンビーが入ってきたけど無敵ない。これはガードできない。体力的にかなり厳しいか。さあ1本目選手したのがロッチャさん、アイギス。さあ2本目、次がフレークさんと綿貫さん、青ビューの方でお願いします。さあ実況に戻って、さあジャックギレスかしてゴビーフェイタル。 B ループいくか、いかず安定の締めてボコって早すぎた。さあ真田近づきたいが、さあ昇竜で切り返されて、さあ 2B からダック投げレベル3。さあ空投げからエーレンつないで 5B。 さあうまくいけるか、空対空落として 2B ハイジャン、アサルト締めから新竜拳。さあ1本取り返してダブルリーチ。さあ B 突進。さあアイギスのデークラッシュが強い。ジャークギレしっかり対空めくり。さあボコスカ空中ヒット。バースト使って画面足から逃がさない。エスケープ枯れなかった、厳しいか。さあ 2B からエリアル伝えて固め足払い当たる。さあアイギスの体力が残り2割3割。体力的には真田有利だがアイリスのコンボが痛い。さあ逆ギレ切り返しめくり失敗。さあ引っかかってしまって、これはさあ逃げるアイリス大皿だ。ワンモア切り返しめくりガードされてる。フックでごまかしてコックつなぎ。さあ縛らいを通すと戦と勝ったのが、ロック板下さん。次赤ビューが、フレークさんと綿貫さん。あそれ青ビューでしたね。ウェケさんとアンパンさんですね。あれウェケさん、あれだ。あ、大丈夫です、録音入ってるの大丈夫です。怖えな、これ。そう、ね。ペルソナ4、ジ・アルティメット。どっち勝ちました？綿貫さん負け。青ビューが、ここは夢と現実、精神と物質の始まり。
青びゅう、木崎さんとちくわさん青びゅうでお願いします。白びゅう戻って 1P 側はアンパンさんの 2P 側は植木さん、了解です。さあ開幕、さあゆうきこはセンス投げまくってる。さあこれはみつるが有利だと思われる組み合わせだが、みつるの距離に一体、さあ体育昇竜ガードしてない。さあ一度近づいてしまえばみつるのターン、昇竜バスト。さあこれはもうみつるのターン来るか、あっと中央に逃げられて引っ張って引っ張って突進、昇竜で割る先生。ペルソナ、ペルソナゲージ残り1本、ユキコ厳しい。さあ昇竜フェイタルしたけどコンボいけない。さあペルソナ消されないか、まだペルソナ生きてる。グー投げ通って落とし使ってしまう、あとハイジャンプで避けようとしたけどガードしちゃった。あっとこれは投げが入る、動いてしまった。一歩選手したのは植木さんのミツルねえ、5-5っすよ、 5以上取れますよね。さあ今度はユキコが押している展開だがミツルの中段が刺さる。さあ 2A2A、 さあ落とされて端に押していく勝利ガードして突進入らず、さあ突進、さあ中央と橋が入れ替わり中段ガードできない。さあこれは結構痛いコンボ入りか、設置を重ねたが昇竜で割られる。さあ重ねのタイミングはちょっと早かったですね。突進入れて投げ、コンボミスしたところに壊し刺さる、バーストを切り返して投げ、これは投げがぶつきちゃった。あこれは分からない、あー投げが通ってバースト使って優しい武家さん、これは決まった、いいっすね、ダブルリーチ。さあいい差し込み、あ空対抗落としたけどペルソナ攻撃が使って突進締めて、さあセンス投げていく、さあコアコアコア突進、お橋に押していってユキコ厳しいか、対抗落とされる、キャンセル投げ、あーコンボミス、あー空中だったな。青ビューがナチュラルさんとマユラの別の弟子さん、マユラさんとも、あマユラの別の弟子さんとナルチューさん。さあ赤ビューもう切羽詰まってる、お互い体力ゴーブーでペルソナ引っかかる、頑張りましたね、ユキコが勝利、アンパーさんが勝ち。次が今ここをやってるんですよね。クリムゾン破天荒さんとゴロッパチさん、クリムゾン破天荒さん、1P 側クリムゾン破天荒さん、 2P 側ゴロッパチさん、スタートボタンをプッシュ、ペルソナ4、今青ビューがやってるのがこれかな、悪いけど俺に力を貸してくれ、それで
一P側クリムゾン破天荒さんの言うと568さんの花村これはどっちもあんまり見ないんでよくわかんないうん、そうですね、鳴神は強いですけど花村のわからん殺しが通じればさあ花村ワンコンボ入ったところをバーストですかさず繰り返し中段振ってしまったさあ昇竜で悪いのブレイクが早いさあエリアル入って大きい攻めが飛びを昇竜で落とすさあ落としていく中段が目の前で使ってしまったさあ補正切りをしっかりと割っていくビリ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 カードしてなぜかあ覚醒狙いの逆切れですねさあ弾を打って抜けてきたガーフヒットワンモアからコンボつないで昇竜で割られるビリビリビリガードされて抱えれない。昇竜打っちゃった一本選手したのが五六八さんの花村さあ2本目さあ開幕来撃手さあ着地硬直に花村が差し込んでさあ端コン決めてすいません、どっち勝ちました？弟子の弟子さん、弟子の弟子さん、弟子弟子、あ、これこれこれ、あ、違う、弟子、あ、これだ、弟子弟子、弟子弟子、難しいよ。どっち勝ちます？五六八さん、五六八さん勝利。手前の白ビューがマユラさんとランペルさんで奥が奥がないのかこれ、あ、奥がゴザルさんと石江さん、ゴザルさんと石江さん、ゴザルさん